チャールズ・デーレンバックは、カナダ及びアメリカ合衆国の中馬奏者。金管五重奏談カナディアンブラスの創設メンバーの一人。史上最も録音の多い中馬奏者。1945年、ウィスコンシン州、ラインライダーに生まれる。デーレンバック家は四世代にわたる音楽家の家系であり、二人の姉と同様、合唱、吹奏楽、オーケストラを父に学んだ。高校時代から、 イーストマン音楽学校に学び、学士号、修士号に続き25歳の時に博士号を取得。その後、伝説的な中馬奏者であるアーノルド・ジェイコブスに指示。トロントに移住し、トロント大学音楽学部にて音楽を教授。1970年、トランペット奏者スチュアート・ラトン、トロンボーン奏者ジーンワッツ、ホルン奏者、グレアム・ページらと共に、 金冠五重相談カナディアンブラスを設立。2014年、カナダにおいて最も世界的に知られた音楽団体の一つであるカナディアンブラスの創設者としてクラシック音楽を有名にした功績によりカナダ勲章を授与される。既婚で二人の息子がおり、家族でトロントに在住している。ありがとうございます。